心豊かな部屋、エビドーさんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビドーさんの伝統を大切にしながら、新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援します。市川海老蔵の母親は和服美人、堀越喜美子、旧姓庄司、1952年9月10日生まれ、東京都出身、出身大学学習院大学フランス文学科。市川海老蔵の母親堀越喜美子さんは生粋のお嬢様で、着物が似合う品のいい女性です。美人でスタイルが良く、上品な雰囲気を持っているため、テレビや雑誌などでお見かけになった方も多いのではないでしょうか。和服に関する知識や経験が豊富で、和装コーディネーターとしても活躍をしていて、書籍なども発行されています。和服は伝統的な衣装なので、中高年以降の年代はもちろん、若い年代の人も関心を持っている人が少なくありません。着物の柄や色、デザインと相性のいい帯や通りバッグなどを身につけることで、素敵にコーディネートをすることができます。結婚披露宴パーティーやイベントなどでは、伝統的な和装の衣装を着用する場面も多いようです。女子力の高い女性は、着物の着付け、立ち振る舞い、コーディネートなどに高い関心を持つことが多いので、堀越喜美子さんの書籍で和服の素晴らしさや着こなし方などを身につけることもできるはずです。堀越喜美子さんと小林真央さんは嫁姑関係になり、2人はとても仲が良かったそうです。また堀越喜美子さんは仕事をこなしながらも、2人の孫の世話やしつけなども行っていました。歌舞伎界の人間としての資質やマナー、礼儀作法などなど、孫だけではなく歌舞伎界の妻として活動していく小林真央さんのためにも、さまざまなサポートを行ったり、手厚い指導なども行っていたようです。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。